絆、本当に頑張ることができました。その感謝の気持ちを込めて、今年最後の踊り「美しま歌2014祈り」を感謝の気持ちと、来年また皆さんの前で笑顔で踊れるその希望を胸に、一生懸命踊りますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。頑張れ。
重いですよ。通常の倍ですから。これこの人数で運べる？ JC さん手伝ってあげてあげると嬉しいかな。いや重いかな。何が残念って持てる？大丈夫？この勇姿を間近で見ようと思って、うん、テントないとこまで行ったらメガネに雨が溜まって全く見えなかったっていうのが。しかも曇っちゃった。